案件来ました。ミスタードーナツということで、皆様、ご無沙汰しております。どうもこんにちは、ダイネジョニーでーす。D. ジョニーが復活したということで、まぁ、ちょっと今日はね、その祝いということでね、ミスタードーナツをちょっと買ってきましたんで、本日はね、これをね、食べていこうと思います。そう、素晴らしい。お、見て。これね、大体これチョコなんだね。はい。で、なんか一つにちょっと赤いものがあると。いうことで、本日はこれ食っていこうと思います。まずはなんか、ポンデのリング。ポンドットリングさん。はい。いらっしゃいということで。おい、来ましたー、これ。ういー。ポンドットリング。ポンデリングです。ポンデリングと申します。これね、キンキンに今ね、冷蔵庫で冷やしてあったんで、非常に美味しそうですね。だからチョコも手につきませんということで、まず一つこれいってみましょう。はい、いきますよ、食べます。はい、いただきます。もっちー、もっちーよ、これは。チョコチョコカップ準決勝思い出しますね。しかもね、これ僕は結構冷やしてたからだと思うんですけど、もうしっかりね、こうチョコがパリッとしますね、上に乗ってる。逆ってうまい、これ。皆さんもぜひ、ちょっと冷やしてみてね、食べてみた方がいいと思いますよ。逆にね、温めるのも美味しそうかもしれないけど。今回ね、この上にね、チョコが乗ってるシリーズだったんだけども、チョコが乗ってない、普通のね、ポンデリング。あれだったらね、ちょっと温めても美味しいのかなと思いましたね。すごく美味しかったです、これ。でも全部紹介しきれないな、これ。残念ながら。続いてはね、3個紹介するわ、じゃあ。あ、すげえ、これ。あ、これすごいから、ちょっと、いくわ。大人の、ポンデ、ショコラ。これ一つね、ご包装にさせてますね、これね。え、すごい、なんか、ほら。見て。え、全然大人って感じし、食べてみましょう、これ。いただきまーす。あ、それじゃあ、いただきまーす。おぉ、なるほど、なるほど、なるほど。なんだこれ、きな粉、なんなんだろう、甘い、あん、あ、なんか、きびだんごのタレみたいなやつ。こっちどんな、いや、それだな、それに近いのを使ってますね。ショコラっていうよりかはちょっと甘い感じかな。うん、これめっちゃうまい。これ全部うまいんだけどさ、ぶっちゃけ素晴らしい味変ですよ、これは。うん、美味しい。よし、ほんでもって。本日の、あ、わしおさんに取り寄せ雑誌です。やばい、これ。ちょっと待って、鳥肌立つわ、これ。すげー。うわー。W って書いてあるわ。ハートよ、ハート。
ハート型の、ドーナツ。これ食えないね、もう。もはや。ウィタマ、ウィタマくん何て言うんだろう。ウィタマ、ウィタマって言うのがわかんないけど、ミスドって書いてあるね。食いましょう、これ。なんかね、変なマークに、ミーツって書いてますね。合う。食べていきましょう。これやばいね。やばいよ。これちょっとアップで映そうか。はい、今見たのはこれですね。ちょ、ちゃんとやった。これです。ウィタマラ、ちょっと何て言うか分かんないけど、ウィタマラとミスドって書いてあって、ミーツって書いてありますね。このハート型よ。素晴らしいね。で、さっき食べたのがこれですね。大人のポンでしょ、これ。レベル変なやつ食べてた。で、あーやばいやばいやばい、めっちゃ手ついた、手ついた。これね、さっきのポンでしょ、これ。で、他にもね、もう二つね、あるんですよ。もう二つ。うまそう。なんか大人のポンでショコラ。名前一緒だけど、中身違うね、これ。ココナッツだね、これ。で、こっちはちょっとなんか、雪が降りかかってるね。みたいな感じですね。今日はね、ラストこれ食べたいと思います。はい、ということでね。これ食べたいと思います、これ。やばくない？ちょっとこれサムネにもなるから、サムネにも。サムネ。はい。はい、これすごくない？うわ、なんか手ついたのめっちゃ。これめっちゃベタベタするわ。さっきのやつ。2番目に食べたやつね。で、この赤やつ食べていきましょうか。いきまーす。どうやって食うのっていうか。手つけるとこねえよ、これ。え、すごいこれ。持ったはいいけどさ。で、いただきまーす。美味しいわ。なるほど。あ、これ典型的な ドーナツって感じ。いちごがすっごい甘い。これは絶品だわ。これはね、ポンデリングと違ってしっかり生地になってますね。なので、間にチョコも挟まってるわ。素晴らしい。はい。あのね、この一番に乗ってあるね、あのいちごがねすごく甘くてね、で間にねチョコの板チョコもね挟まってるんだよね。すごいね、食感もね、あのすごい美味しかったです。はい。で、大人のポンデショコラってやつと、今日はね、ノーマルポンデショコラを、と、このハートね、もうちょっと半分食っちゃったけど、この3つをね、紹介しましたと。ということでね、もうミスドはね、もうね、当たり外れないと思うんでね、皆さんもぜひ行ってみてください。それでは、また次回のダイアネジョニーチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。もちもち、さらにもちもちになるかもしれないねっていうね。これカットですね、ここ。小学生に使いますね、これね。